カバの頭蓋骨頭蓋骨は頭の全体的な枠組みとして働く優等動物の骨様構造である。頭蓋骨は顔の構造を支持し脳を外傷から保護する。一般的な読みとしては頭蓋骨、頭蓋骨双方を用いるが解剖学では頭蓋骨とのみ故障、形質人類学では頭骨と表記して、と、右骨と称し、頭蓋骨という読み方は 学問的には用いられない。なお、医療の場では他に頭骨が存在するため、と、う骨と呼ぶことは稀である。英語ではスカル、またはクラニウム、複数型クラニアである。発骨化した頭蓋骨は、クロと呼ばれる。頭蓋骨に関する文化的な側面はそちらを参照のこと。人の場合では、成人の頭蓋骨は、 通常28個の骨から構成される。下顎を除いて、頭蓋の骨格は全て方合によって、互いに連結されている。幼児の脳が大きく成長するのに合わせるため、頭蓋骨は複数が組み合わさってできている。8個の骨格が、神経頭蓋すなわち脳と円髄を囲む骨の保護円蓋を形成する。14個の骨格が内臓頭蓋を形成する。 中耳の六個の耳小骨は側頭骨の内側に包まれる。口頭を支持する舌骨は頭蓋骨の一部と通常見なさない。舌骨は他の骨と連結していないからである。頭蓋は複雑な構造である。その骨格は膜性骨発生と軟骨小骨発生の両方によって形成される。内臓頭蓋の骨格及び 神経頭蓋の側面及び屋根は膜性骨発生によって形成される一方脳を支持する骨格はおおむね両軟骨や作り作軟骨などに近する軟骨小骨発生によって形成されている誕生の時人の頭蓋骨は45個に分かれている骨的要素から構成される成長とともにこれらの骨的要素の多くは徐々に融合して甲骨になる 頭蓋の天井をなす。頭蓋岩は、前頭方合、四条方合、ラムダ方合、環状方合、臨場方合と呼ばれる5つの方合という緻密性、結合組織によって分けられる。新生児は参道を通過する時や成長のため、これらの部位は繊維上で移動可能になっている。方合の交点にある比較的広い結合組織の部分は、泉門と呼ばれる。 成長及び国家が進行するにつれ、泉門の結合組織に骨が入り込み、置き換わる。後部の泉門は通常8周までに閉じる。しかし、全部の泉門は18ヶ月まで残っていることがある。全部の泉門は前頭骨と頭頂骨の交点に位置し、赤ん坊の額にある、ひよめきと呼ばれるものである。注意深く観察すれば、全部の泉門を通して、 赤ん坊が柔らかに脈打つのを観察することにより赤ん坊の心拍数を数えることができることがわかるだろう。脳が外力を受けたり損傷した場合、重症になることがある。通常は頭蓋骨はその硬い性質により損傷から脳を保護するが、髄膜血管の出血や脳自体の損傷によって頭蓋内圧が高くなることがあり得る。脳が膨張するための空間がないので、 過大な頭蓋内圧が進行すると、大根から塩水脳幹部が脱出し、最終的にはヘルニアとなる。この段階に達すれば死は不可避であり、緊急手術により予防的な内圧低下措置が必要である。このため、脳に損傷を受けた患者は注意深く観察しなければならない。受傷直後は、症状、頭蓋内圧上昇が軽微であっても、脳不腫が時間とともに進行し、 急激な天気を見せることは珍しくない。古来より戦闘と呼ばれる頭蓋骨の手術が単に人命救助の技術としての試みというだけではなく、しばしば神秘的な理由で実行されている。頭蓋骨はさらに微腔穴を含んでいる。髄膜は頭蓋骨と脳を分ける白膜である。目や髪、肌の色といった骨に残らない特徴とともに頭蓋も 系統関係を示すことは、考古学者や法医学者に知られている。脳図外顔面頭外自傷骨ウォーム骨通常の骨化の中心の他に他のものが生じることがあり、そうした過程では、方合骨あるいはウォーム骨と名付けられた不規則な孤立した骨が生じる。それらはラムダ方合に最も頻繁に生じる。泉門、特に後部泉門で時々見られが、 ここに生じた大きなサイズの骨をインカ骨と呼ぶこともある。別の部位に生じるこの種の骨、プテリオン小骨は頭頂骨の長径の隅と長径骨の体翼の間にできることがあって、多かれ少なかれ頭蓋骨の両横に左右対称に位置するがサイズが異なる傾向を持っている。それらの数は一般に2または3個までに限られるが、 成人の水頭症患者の頭蓋骨で100個以上が見つかったことがある。頭蓋骨の穴以下は頭蓋骨に開いている穴とその穴を通っているものの一覧である。腹側から肺側の順で並んでいる。顕著な方合線ほとんどの方合線はそこで接合する骨によって故障する。しかし、いくつかのものは特別の名前を持っている。ありがとうございます。